さあ、で始まりました。もてちゃんね。さあ、やってまいりました。恒例のですね、2023年度第2回英検準1級の語彙問題見ていきましょう。今回もですね、データを提供していただいたのは、データ団でございます。はい。英検語彙問題対策アプリの最強版でございます。はい。で、今回の出た単語見ていくんですけども、まあ、レベルとしてそこまで高くないかなっていう印象だったんですが、初登場のもの出てきているので、特に熟語ですね。これ知らない人が多いだろうなって思ったのがありました。はい、じゃあ実際ね、どんなものが出題されたのかを見ていきたいと思います。受験された方はお疲れ様でした。どうだったかぜひ感想を書いてください。そしてね、これから受ける方はぜひとも参考にしてくださいね。単語帳とか載ってない単語が出題されるんですとかっていう意見多いので、まとめた動画も出てますからね、今までのね、そちらも見てもらえればと思います。はい、ではまず1個目が Strenuous ね。はい、 Strenuous 自体は2回目の出題で2回とも正解になっていますね。まあ熱心なとかね、激しいとかっていうやつですけど、まあ strength 力が入ってるので覚えやすい単語ですね、これは。で2番目が compile。 compile はまあ3回目の出題で2回正解と、やっぱ正解になりやすい単語でありますね。こう何かをまとめたりするやつですね。まあこれは TOEIC でも出てくるし、まあ日本語でもね、コンピレーションアルバムとかね言ったりしますよね。なんで覚えやすいです。3つ目、 valve。 はい、 valve ですね。 valve って言ったりすることがある単語ですけどね。はい、2回目の出題で初めての正解ということですね。職法でね、簡単に正解は選べたとは思うんですけど、バルブってものを知らない人もいるかなと思うんで、まあこういうのはね、画像検索っていうのをねかけておくと非常にわかりやすいですよ。次が acquainted ですね。はい、2回目の出題で2回正解と、うん、これも 100% ですね。この受動態でね使われても、もはや形容詞のようなものになるんですけども、知り合いのっていうことですが、 acquaintance っていう、まあね、知人っていう名詞が有名なので、まあ知らなくても推測できた人はいるかなって思いましたね。次が partitionですね。これが3回目の出題で初めての正解になったわけですね。はい、日本語だとパーテーションなんですよね。パーティションって言いにくいのか、やっぱり。なんでパーテーションってこう仕切りっていうのを知ってる人も多かったんじゃないかなと思いますね。次がカレンシー。まあこれは通貨なんで簡単だったかなと思いますね。3回目の出題で2回正解になっています。で次がアバンダント。はい、これ形容詞で豊富なってやつで、まあこれも基礎単語ですね。はい、5回出題されてて3回正解になってますね。結構多く出てくるキャラクターですね。次がコンデンス。コンデンスは5回出題で2回正解になってますね。はい、濃縮するっていうやつで、コンデンス A into B の形で出てましたね。この変化の into ってやつですね。あのチェンジとかね、ターンとか使われるやつですけど、濃縮っていうことから、まあ要約するとかね、そういった形でも使われるやつです。はい、続いてはディポート。はい、3回目の出題で初めての正解になりましたが、ディポート、いわゆる国外に追放するっていうやつじゃない。まあこれも知っておきたい単語ではありますね。で続いて10個目はコンパルション。まあ強制を表すコンペルの名詞形になります。これ意外と知らない人多いんですけどね。2回出題されて初めての正解だ。続いてが resolution ですね。そう、resolution、resolve から来てるんですが、解決って意味だと決心っていう意味がありますよね。で、New Year's resolution みたいに、この決心の方で出題されていましたね。3回出題されていて、初めての正解と。これやっぱりさ、初めての正解多いね。ってことはさ、またいろんな単語帳に載ってないってなるんだろうね。そうだって今までの単語帳、これさ、正解の選択肢基づいてさ作られているから、載ってないのが多かったってことですよね。続いてドゥエンドル。はい、いわゆる減少するってやつですね。数とか量とかがね、こう減るときに使う表現ですけど、まあ、ちょうど受験のね、長文の有名な参考書とかにも出てたんでね、今週見たなと思ったんですけど、初めての出題だそうですね。1級ではもう5回出てるんだ。1級で5回出て3回正解なんだって。いやー、デタタさんのデータ面白いですね。なるほど、順1では初めてなんだ、面白い。続いてグリップ。もうまさに掴むんですよ。グリップは5回出題されて初めての正解だったんだ。5回もあるの。グリップ、まあ日本語でもね言うよね。ゴルフのほらグリップとかって言うと思うんですけど、本当にただただもう掴むっていう意味で出てましたね。グラブとかさ、スペル似てるんで、この GR 系ってね、グラスプとかさ、掴む系で出てきますよね、よくね。続いてノーズィー。はいはいはい、こう知りたがってね、こう鼻を突っ込むってやつじゃないですか。詮索好きなとか、思いっきりそういう文脈で出ていました。3回出て初めて正解になってますね。初めて正解多いね。続いてがサメット。頂上ってやつですけど、あ、4回目の出題で初めての正解多いね。やっぱ初めての正解、正解の選択肢だけじゃなくて、他のね、今まで出てきた間違いの選択肢も覚えていかなきゃいけないんだっていうことを伝えてきてるような感じがしますよね。続いてアイドルですね。はい、この怠けたの方ですね。4回目の出題で2回正解になってると。選択肢にアジャイル、器用ながいたんですよね。これ昨日漫画読んでて出てた。続いてオプティミスティック、楽
観的なんですね。3回目の取材で3回成果。お、100% じゃないですか、こいつは。出やすいってことですね。続いてが、バーダーさん。はい、出ましたね。初出場でございます。まあ、バーダーがね、まあ、悩ますなんで、それから推測はしやすいですけどね。その、何々さん、カンバーさんとか、トラブルさんとかね、よろしくない形容詞とね、出てくること結構ありますよね。続いて、スペクテイター。はい、観客。3回目の取材で初めてなんだ。うん。まあ、トイックのパート1のですね、写真とかでも出てくることはありましたけど、スペクトが見るなんで、まあ、覚えやすいですね。続いて、アンポー。ああ、これは絶対知っといてほしいね。十分な、というイメージ。3回目の取材で2回正解になってます。次が、パレントですね。はい、親のというやつですね。パレントの形容詞形でございます。まあ、これは知ってる人多かったと思いますね。はい、2回目の取材で初めての正解と。さあ、ここからで熟語でございますね。はい。知らない人も結構出たんじゃないかっていうのがありましたね。最初が、ワイプアウト。まあ、これは知っといてほしいですね。ワイプしてどかしちゃうんで、もうね、みんななくす、絶滅させる。3回目の取材で3回正解。あ、だからやっぱりよく出てきてるわけですよ。で、続いてが go about。まあ、go about ing。で、こう何かに取り掛かるとかっていうのでね、使ったりするやつですね。まあ自分自身は見かけることはあるんですけど、やっぱ初めての取材になってますね。ただただ単語帳とかで勉強していると難しかったキャラクターだと思いますね。で、続いて frown upon。frown upon とか frown on っていうんですけど、まあほら、しかめっ面をするじゃないですか、frown っていうのは。だからそこから、認めないとかダメみたいなですね、そういった時に使われる表現で、まあ2回目の取材で初めての正解になったと。で、最後が sit in on ですね。sit in on っていうのは、まあこれ自分自身アメリカ行った時に使ったことのある表現ではあるんですけど、今回会議だったけど、会議とかクラスとか授業とかでその聴講してる、ただこう見てる、傍聴してるっていう時に使う表現ですね。自分自身は大学の授業で sit in できるかどうかみたいなのを聞いてた、サイコロジー、心理学と linguisticsですね。はい、言語学聴講してましたからね、sit inしてました。なんで、まあ初登場が結構こうあったのと、今までやっぱ引っ掛けの選択肢にはいたけど、初めて登場したものっていうのがこう目立った回ではあるなと思いますね。単語帳とかではなく、他のもので出会って知ってたよとか、大学受験までの勉強で知ってたよっていうのが単語は多いけど、熟語はやっぱそれじゃ戦えないっていう感じだったと思います。はい、ぜひともですね、デタタンを使ってレベルアップしていただければと思います。じゃあ実際デタタンやってみましょう。問題解いていきましょうね。じゃあ他動詞いきましょうかね。はい、テスト15問いきましょうか。 hinder hinder 妨げる。 uphold uphold 支持する。 betray betray 裏切る。 formulate formulate は administer administer conceal conceal eject eject は出す。Advocate は主張。Foster 促進。Obstruct 塞ぐ。Restrain 抑制。Demolish は破壊だよね。Detain Detention Undergo は経験する。Contradict は矛盾。こういうふうにさまざまな、ね、単語をこう見て、で調べたい時とかってあるじゃないですか。 Restrain わからないってなった時に、このですね、いろんなマークがついているんですけど、これ辞書マークですね。辞書マークやると自分のね、入れてる辞書、僕も中きっと入れてるんで、ここにすぐに飛んでくれるんですよ。あ、なるほど、 Restrain は強く結ぶから来てて、 Restrict とか Strain と、そうか、仲間なんだとかね、そういうことが分かったりしますよね。他にもこうやっていろんなもので検索できますね。 Google イメージとか、僕はもう物書き堂でやってるんですけど、さまざまなものに飛ぶことできますし、データボタンですね。こういうふうにどれだけ出題されたかですね、過去にどんだけ出たかっていうのも見ることができますので、こういうこともできるんですよ。個人的にはね、ユーグリッシュ飛べるのが好きですね。YouTube 内の動画でどのようにその単語が使われているかっていうのをね、見ることできるんで。 As to why a country might want nuclear weapons and why others might restrain themselsto restrain businesses, for example, from investing in new expansion, purchasing equipment, updating their plants, hiring more workers. While I'm working, because that way I don't have to restrain myself.というふうにですね、あ、restrain って結構ワンセルフと使うこととか多いんだなとか、restrain from ing のね、形出てましたよね、とかっていう使い方も分かることができるんですよね。なんで英語学習にめちゃくちゃ便利です。まあ、またデータ単語すぐアップデートされまして、新しい今回出た、初めて出た単語も追加されていきますので、語彙問題落としたくない方はダウンロードしてみてください。はい、受験された皆さんお疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。